いろんなものがもうすんなりいかないとかっていうのは日常茶飯事なので、まあ、エクセルとかで子どものそれぞれの,あの巾着袋の色とかマニュアル1回一冊作りましたね、はいはい、もう少しいただきます,きますアンさんのように海外で生活するのが夢ですフランスで子育てをしていて楽しい瞬間は何ですかまた逆に日本にはない難しさはありますか あの楽しい瞬間はやっぱりあの知らなかったことを知れるとか触れ合えるとかそこにもちろん戸惑ったりびっくりなんかこうすることもあるんですけれどもでもでも来なかったらこれは知ることができなかったのかなとかって思うとすごく街をたくさん歩かれてる印象なんですがそれもやっぱりこう刺激の一つにお子さんたちにとってもなってるわけですか そうですねそしてなんかパリは結構、交通手段は結構、徒歩だったりとか電車とか公共機関に重きを置いているのでどうしても歩くことが必然的に多くなるのででも、それはすごくいいきっかけであの歩けばやっぱりいろんなものに出会えるしという感じでとにかくパリでは歩いてます逆にその日本にはない難しさはありますかということも質問いただいてたんですか。何か感じることがやっぱりいろんなものが思う すんなりいかないとかっていうのは日常茶飯事なのである意味諦めたりとかあの期待しすぎずみたいなところであのなんとかやってってますね。はい、アンさんはお二人はこれどのように仕事復帰されたのでしょうかという質問には。はい、復帰でいうと、まあ、あの声のお仕事だったりっていうのはそんなにその時間だったり場所も遠くに行かないとかっていう点で続けてはいたんですけれどもやっぱりお芝居ってなると多分産後2年ぐらいは。 あの休んでいたのでそうですねでもやっぱりあの時間の,あの撮影のスペース,ペースだったりとかあのその間どうするかっていうのをものすごくやっぱり段取り大変だったなっていうふうに エクセルとかで子どものそれぞれの,あの巾着袋の色とか <laughs> 全部あの説明を一からしなくても誰もが私がいつ何かあっても分かるようにもう全部あのこうネットから画像を拾ってきてこ,うこの子はこのこれと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 これがセットですみたいなのとか洗濯機とかにもサイズがこの人はこのサイズですとかあのなんか干 <laughs> したり、えー。 するのもなんかまあこんな感じでよ。そうでも色決めてたりしますもんね。色決めてますね。だから,からそう、それがやっぱりこうあのサポートする側の人、うんうん、あこの色ねっこう,でこ,うこの子はこの色ねってわかるから。すっごいマニュアル一回さと作りましたねなんか。ででもやっぱりアップデートしていくものなので、<laughs> そうね、もう誰がどこに手伝いに来ても掃除機の使い方なりせ洗剤の位置とか全部わかるように、うすごい全部一回作りましたね。 犬の,犬の性えとかの犬には近づけない方がいいですよとか <laughs> 匂い嗅いだらとかいろいろしたら水かけてくださいとか <laughs> そう分かんないもんねで,でそ,のその人,人一人一人に伝えてもまた時間かかるから,うからもう一冊急に例えば病院に行かなきゃいけないとか<ー>子供一人だけ連れてどっか行かなきゃいけないとかって、えー、なった時に「じゃあ」って手を挙げてくれた人に「 じゃあって言って全力でお願いできるようにもう一回一冊作りましたね <laughs> <ー>なんかすごいやっぱ捨てられない大事な,なんか思い出になってます、はい、いやでもすごい納得できる、うん、やりそうそういうの好きなんですよ、ね、やるのが。<laughs> うんうんうん